ドラゴンタトゥーの女は2011年のアメリカのミステリー映画。スティーグラーソンの推理小説ミレニアム1ドラゴンタトゥーの女を原作としており2009年に公開されたスウェーデン版映画ミレニアムドラゴンタトゥーの女に次ぐハリウッド映画化である記者ミカエル・ブルムクビストは 大物実業家ベンレルストレムの武器密売をスクープし、名誉毀損で訴えられ裁判で敗訴し、全財産を失う。失意のミカエルに、別の大物実業家から電話がかかってくる。一族の謎を解明してほしいとの依頼で、見返りに裁判判判決を逆転させるような証拠を渡すという。謎とは、40年前に、行方不明になった16歳の少女のことであり。 一族の誰かに殺されたという。依頼を引き受けたミカエルは、両期連続殺人に関わる一族の秘密を知ることになる。ミカエルは、彼に興味を持ったドラゴンの入れ墨をしたフリーの天才女ハッカーである、リスベットと共に捜査を進め、すべての謎と事件を解決していく。クレーグは2010年7月に三部作すべてで、ブルムクビスと役を演じる契約を結んだ。その後、 2010年8月にマーラの出演が決定した。2010年初め、スコット・ルーディンはコロンビア・ピクチャーズの下で企画を立ち上げ、4月、デビット・フィンチャーが監督に決まった。撮影は2010年9月にストックホルムで始まった。2011年5月、メトロ・ゴールド・ウィン・メイヤーが制作費の20%を出資し、一部地域における テレビ放映権を取得することが決まった。2011年5月28日、トレント・レズナーとカレン王による移民の歌のカバーが前編に用いられた年齢制限付きの短い予告編の盗撮映像がオンラインに流出した。日本ではソニーピクチャーズ・エンタテインメントよりブルーレイ・ディスク・ DVD が2012年6月13日に発売された。ありがとうございます。